ズ赤星です。はい、瀬尾です。よろしくお願いいたします。はい、本日はお二人でやっていきたいと思いますけれども、はい、めんどころもりもりというお店でございます。足立区にあるお店なんですけども、昨年の9月にオープンした一応ばっかりのお店ということなんですね。新店ですね。オプションを見ていってください。スカイツリーラインのですね、五反の駅、五反のね、はい、五反田ではない、五反田ではないというね、あの秋葉原にありました、マゼルの、マゼルか、そうなんですよ、新店舗なんですが、マゼル自体は閉店したわけじゃなくてですね、実はもう2月にまた再開してますから、一旦ちょっと休業してたんですけど、なるほど、新しいスタッフで再開してます、ね、で、そこにいたオーナーがねこちらに出したんだけども、混ぜそばの醤油と塩、そして細麺極太麺をこう選んでくださいという内容になっております、はい。そしてですね、無料トッピングにはあのチーズが含まれるんですけども、チーズだけちょっとマシマシはできませんよということで、ね、高いですからね。そうですね、着丼ね、こちらが肉増し混ぜそばの台で、極太麺を選択し、まあ、チーズ以外は増しましたということなんですけど、あの写真に分かりにくいんですけども、これね器、通常の 1.5 倍、2倍ぐらいあったかもしれない。もう通常。通常、あ、まあまあまあ、一般的に言う通常のね、まあまあ、通常を知らないですからね。いや、まあまあ、あの、いや、そうそう、一般的に言う通常の。はい。山が。いや、もうすごいんですよ、これ、本当に。全体を見ましてやっていただきましたけども。カツカツなんですね。カルデラな感じの、カルデラ、カルデラじゃないか、もうこんもりしてるから逆ですね。こんもり系の、あ、そっかそっかそっか、新山とかそっちの方ですね。まあまあまあ、まあ、この豚をねまずはいきますけども、あの豚の一枚一枚がとても、おっきいんで、あのちょっと豚増しはしてるんですけども、まあ、これ4枚入ってますが4枚どころじゃない大きさなんで、もう、あ、なるほどね、に言うともう8枚入ってるぐらいの、じゃあ8枚と言っても過言ではない、もう過言ではない、もう過言でも、あ、もう早くも、もう早くもね、いや作っていきますね、まあ、確かにこれうまいわ、いやうまいんですよ、うーわ、弾力のある巻き豚に胡椒のダイレクトアタック、あんまやったことなかったんですけど、これとっても美味しいです、ね。で今回なんでこんなゆっくりいけるかというと、かなりこうお店の閉店間際をこう狙っていったんで、周りお客さんいなかったんで、ゆっくり撮らせていただいたということで、ありがとうございます。締め作業したいのに、あの手前だったんで、まあね、閉店の手前だったんで、で野菜もいきますけども、シャキ野菜で文字通りのマシマシ量、まあ器が大きいんでめちゃくちゃ標高が高いわけじゃないんですけども、なるほど、ぎっしり詰まってますということで、生卵はデフォルトで乗ってます、あら、よいしょ、あー、いいさ、この時点で、削っていきますね。うわー、とろけるな、まあ、白身少なめで卵黄だけを乗せてくれてるんで、非常にとろけ度が染み込むうまさというわけですよね。でこの野菜量なんで均等に黄身を混ぜちゃうと、もうあの卵黄のうまさが分かんなくなっちゃうんで、もう序盤に結構味わうのが、まあ、おすすめかなと。なるほど、混ぜそばとは言いつつね、でまだ野菜に対する味変もねちょっとしていかないと、まあ、確かにまだ麺いってないもんな、まだいってないです、もう3分経ちましたが、始まって卵黄野菜運命ということでね、まあ、肉野菜炒め食ってるけど、まあ炒めてはないけど、まあ炒めてはないけど、序盤だけでかなり時間を使いましたが、やっと引き出してきました。おーしょい、まあ、これね返しがもうこの時点でこう下の方でギュッと詰まってたんで、かなり味付けとしては濃くなってきてる麺を引き出していますね、じっくり見ていきましょうか。よっよっ、おっ、ということでね、いろんなことができる日でございます。いや知らないけど、あなたが作ったんじゃないですからね。どうやって言われても。そうですね。確かに、食べるのがどうやということでね、後半にするとね、やばいと思いつつもですね、この置いてある肉に、なかなか箸が伸ばない、伸びないということで、あ、ここで、ようやくね。いやそうよ。10番だけども。ペイントボタンだろ。いや、そういうのも織り交ぜつつね。なんか、あれですね。え、いや、わかんないですけど、あ、ちょっと表現悪いからやめとこう。あ、そうっすか。あ、じゃあ、ニンニクに移りますけども。ちょっと変なこと言いそうな。変なこと言いそうになっちゃったんですね。ニンニクに移っていきましょうか、じゃあ。まあ、ニンニクのね、すごいな。いや、これ、本当に量が。チャーハンみたいな。あ、確かに。米粒が乗ってるかと思いきや、粒の大きいニンニクでしたということでね。こんなに乗せてくれるとは僕も思いませんでした、もう本当に。店名通りのモリモリをやってくれるということでね。あの食感がすごく気持ちいいんで、これ食べると気持ちいいです、もう。おー、おいしい。ただね、まあ、ニンニクの効果なのか、この辺でもう、
熱くなり始めて、うん、早いな効果でいややっぱりもうちょっと最初からのモリモリ度合いが違うんでね、うん、ここでちょっとクイズ倍率を上げましたが、うん、この時点でですね、うん、もう相当来てますね。なるほど、まあ、豚がねやっぱ豚がはいまだまだで、まあ、後半でもまだまだ野菜があるんでね、実はこの1個上にね、うん、特盛券もあったんだけど、いやどっちか実は迷ったんですよ僕、うん、もう帽子なんかも取っちゃって少し、うん、多分大盛りでギリだったんでね、あの簡単に特盛買うのはマジでやめてほしいということでね、ごちそうさんかと思いきやあるんすよまだね、あるんすよファイナル豚が。いやこれがねうまそうだと思うじゃないですか、うん、うまいんですけど、うまいんですけども、このラスト1枚がですね、もうこれがめちゃくちゃ時間かかったんですよこっからだったんですわ。本当に閉店間際でよかったな。いや本当そう、もう超苦しい、もう冷や汗かいてますね、もうこの時点でね、ちょっとこうあの体の形を変えて飯食ってます。マシマシにしたから残すわけにもね、いや絶対残せないですから僕は、一口目、これまだ一口目食ってますから、さっきの一口目を、うん、すんごい咀嚼して、うん、あの満腹中枢も刺激しながら、ダメじゃん、刺激ちゃう。ああ、しょうがない、もう噛み砕かないと。ゆっくりしていこう。油を落としつつ、いろいろやってね、ちょっと笑ってみたいと。ごまかしが多いんだから、もう。早くねえよ。ファイナル豚はね、弾力がとても多かったです、もうこれまでの3枚よりも。でね、ちょっとこれ、一旦、あかんと。いや、ちょっと油を。見たくないな。いやいや、大丈夫、映してないから、映してないからね。映してないから。そこは映してないから。いや、この箸を。1本ずつ使う行為よね。まあちょっとね。ああ、なるほど。味噌汁の。まあ、そこはちょっとこう丁寧に。ナイフとフォークのように。乳幼児よ。あ、まあまあまあ、まあ。それぐらいしないと。やっと食べ終わりました。ごちそうさんでございますね。いや。あー、これはもう、とんでもない量なんじゃないですか。いや、とんでもない。もう 93.6 です。まあ、まあ、まあ、そうか。まあ、そうよ、そうよ。マシマシレベルとしては多分第2位か3位ぐらい。あ、そうなんだ。いやもう本当に90台超えて 3.6 いったら、だから大盛りでこれでしょ。え、そうそうそう、特盛りだったらもう100いっちゃうんじゃないですか。え、いや99超えては来る。だ、100じゃん。わかんねえけど。いやいや、あの99点いくつってところもあるから。そう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 、ぐらいあるかもね。そう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 、というわけでね、麺が混ぜる麺どころ混ぜるも秋葉原でオープンしてますんで、うん、そちらにも行ってみたいと思います。ごちそうさまでした。はい、Thank you.